木だかりです。今年もやってきました宇都宮、恒例の餃子旅歩きツアーじゃなくてアジア最大級ロードレースジャパンカップ。今年で23回目を迎えるジャパンカップは毎年10月栃木県宇都宮市を舞台に行われるアジア最大級のロードレース。そしてそのメインレースの前日に行われるのがジャパンカップクリテリウムです。記念すべき5周年を迎えることになったクリテリウムレースは宇都宮駅から伸びるメイン通りを封鎖して行われる1周 1.55km のハイスピードレース。そんな世界のトップレーサーたちの走りに毎年4万人のファンが酔いしれます。今年のキャッチフレーズは魂を燃やせ。華やかさの中にある選手たちの真剣勝負がやはり見どころでしょう。注目は昨年のクリテリウム優勝者スティール・ボンホフ選手、2位のベルンハルト・アイゼル選手、さらに海外トップチームにも所属する別府文幸選手と荒城幸也選手の参戦も決定し、まさに世界と日本のトップ対決を見ることができます。他にも国内外の有力選手が魂を燃やして戦うわけですが、魂といえば忘れてはいけない人がいますよね。競輪界元祖魂男、村上義弘選手。その村上選手、今回のスペシャルチームとして3年ぶり3度目の出場となるんですが、自転車好きで有名な村上選手が世界のトップ選手と戦うこのレースを前にどんな表情、どんな気持ちでいるのか会ってきたいと思います。さあスタート前に向けて選手の皆さんが続々と集まってきました。今回のスペシャルチームのメンバーは村上義弘選手、小島慶治選手、磯田明選手、そしてこの間アジア大会で金メダルを獲得した橋本英也選手を加え日本人選手となっています。そこに世界トップスプリンターのアレサンドロ・ペタッキ選手も参戦することになっています。村上義弘選手です。こんにちは。こんにちは。村上選手またいい笑顔ですね。そうですね、ちょっと場違いでちょっと恥ずかしい感じの笑顔になってます。なんでですか。昨日まで宇都宮の競輪で開催されて優勝しての今日クリテリウムということですけども、はい、そうですね、あの2連覇目指して頑張ります。ぜひ心強いお言葉いただきましたけれども、さあ今回はですね、はい、キャッチフレーズが魂を燃やせなんですよ、はい、で魂といえばもう村上選手じゃないですか。魂の走りどうですか。どんな走りを見せてくれますか。いやもう本当に燃え尽きるまで頑張ります。いいですね、宇都宮競輪で優勝して宇都宮のクリテリウムで優勝して最高です。この体型でここに立っているのが恥ずかしいですもん。小島さんがいてよかったですか。そうねえねえって書いてでは小島慶治選手です。何ですか。どっか行く。監督今インタビュー中なんですけど、何なんですかこのマイペースなチーム。あの総監督がパパっぷりですよ。パパっぷり。どこで監督だから俺は。あ、監督、うん、あ、そっか。じゃあ改めましていきます。いくよ。いくよ。小島慶治選手です。おはようございます。おはようございます。かりちゃん今日も綺麗だね。やだ、ありがとうございます。褒めてるだけど。さあ小島選手、このクリテリウムは2年ぶり2回目の出場になります。そうですね、はい、はい、どうですか。今回はアレッサンドロ・ペタッキという、ね、もうグレートな世界チャンピオンと一緒に走れるので、うん、ちょっと興奮気味です。興奮、まあ、あかりちゃんと一緒にいる時の方が興奮しますね、うん、あらあらあら、行きますよ。ちょっとありがとうございます。今回はね、あのやっぱりプロなんでちょっとプロのいいところをね、うん、見せたいと思います。ではやっぱ競輪選手、うん、まだ1回も完走された方がいないんですか。完走するが役、完走しない役っていうのがあるんですよ。やっぱりね、うんうん、競輪ってラインがあるじゃないですか、うん、こうそういう役割があるんですよ、うんうん、そこをねちゃんと見てもらいたいですね、うん、え、で今日小島選手は一番強っぽいな。ちょっと聞いちゃダメなんだ。スタート前に念入りにマッサージをしている磯田明選手を見つけました。こんにちは。こんにちは。このクリテリウムレースは
初めてです。初めて、はい、どうですか今のお気持ち。緊張してます。緊張してます。労働って結構されるんですか。労働は全然なりません。でもこのクリテリウムレース選ばれた時どうでした。あ、名誉なんで、はい、うん、頑張らないとなと思いました。しかも地元ですよね、はい、じゃあ最後に意気込みをお願いします。最後まで一生懸命頑張ります。さあ会場に帰ってまいりました。いよいよ始まりますクリテリウムレース。その前にガールズ競輪スペシャルレースが今から始まります。ガールズ競輪のレーサーも今登場しました。さあスタートしました。今スタートを取ったのが3番の小林理子選手ですかね。さあ今ですね3番小林理子選手、そしてその後ろに1番荒牧選手、そして5番福田選手続いてますね。目の前を通っています。華やかですね。さあここからですね誘導をもう外してスプリントレースが始まります。7選手の戦いです。今7番の三輪選手が先頭で走ってますね。三輪選手、小林選手、そしてその後ろに4番明珍選手もいますね。明珍選手はロード選手の出身なのでここをどう戦うか、そして地元の美を生かして1番荒牧選手がどう来るか。荒牧選手先頭です。今先頭で来てます。荒牧選手先頭です。お、荒牧選手ゴール。おー、地元荒牧選手が1着でゴール戦通過です。さあいよいよクリテリウムレースのパレードです。ガールズ競輪の選手の皆さんが登場してるんですけど、先ほど優勝した荒牧選手が小坂選手に誘導の手を挙げてもらってガッツポーズでの登場ですね。来ましたスペシャルチーム。一番先頭にペタッキ選手、小島さん、村上さん、手振ってくれた。さらにヨアン・トゥーラオ、この5名です。さあこの後もう間もなくレースが始まります。スペシャルチーム前の方、さあスタートしました。小島選手が今一番先頭でスタートしました。すごい先頭、すごい、一気に今スコアとして集団で、今集団の一番前に競輪の小島啓司選手が先頭で、今先頭でコーナーを回ってます。すごいです。小島選手頑張れ。はい、あのもうこの太ももは小島健選手ですね。もうあの女性の胴体ぐらいある。先頭小島選手じゃなくなってる。当たったですね。71。あれれれ。ジョアンダーソン選手先頭で1周目を。あれ？あ、ペタッキ選手見えた。あ、村上選手も？あれ小島選手は？あ、小島選手来た。Thank you.
選手は、今こちらに来てます。頑張れ村上選手。あ、村上選手、魂の走り見せてくれました。今こう手を上げてこう燃え尽きたというところでしょうかね。これで競輪選手は脱落です。今年も残り1周、ラスト1周。これはモーグル達人だ。さあモーグルから最後まだ前進期はまだ半分の前進期だ。前進期だ。すごい。すごい。すごい。今日すごいペースを出してくれた小島慶治選手です。どうも。短かったでしょ。だから応援しがいがあったでしょ皆さん。あ、こう集中してね。そうね、分かりやすいし先頭にずっといたし、だから言ったでしょ、うん、短いから早く応援しろって、ね、先頭が最後かだったね。大きなお世話ね。一緒に走ってどうでしたか皆さん。やっぱかっこいいですよね、走ってる姿は。本当にもう世界の超一流なんでね。あのそれとはまあ同じコースに立てただけでも光栄ですし、まあそういった意味ではあの楽しかったです。本当にまた走りたいなと思いますね。村上選手です、お疲れ様でした。どうでしたか。いやー、完走を目指してたんですけど残念です。序盤から結構ペース早かったんでしんどかです。でもどうでしょう、これだけのお客様の前でもです。いや本当にあの大きな声援もいただいてすごい楽しみました。それだけのお客さんを競輪場でも、そういう、まあまあ、いつかそういう日が来るとしますね。もうちょっとここには来年は勝ちたいというふうに言っています。皆さんからお年を聞いておいて、この後ね、この魅力ガールズ競輪スペシャルレース見事優勝されました荒牧さとみ選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、この地元栃木で行われるこの普通の一般の道路を使っての、はい、ミテリングレースでの優勝。はい、すごいお客さんが多くてドキドキしてたんですが、うん、嬉しいです。栃木というのはすっごく自転車が盛り上がってる街ですよね。はい、そうです ね。え、こんないい環境の中で育って幸せですね、はい、超幸せです。はい、ガールズ競輪のスペシャルレース応援ありがとうございました。たくさんのお客様の前で走れてすごい楽しかったので、ぜひ競輪場にも来てください。よろしくお願いします。まだまだイベントは続いていますが、私は魂を燃やし切りました。いやー、もうたくさんのお客様の熱気で私のテンションが上がったように、選手の皆さんにとっても大きな力になったに違いありません。選手の皆さんと、そしてファンの皆さんが一緒になって盛り上がる、そんな理想の姿を求めて競輪界もどんどん盛り上がっていけば最高ですよね。皆さんも魂を燃やしていきましょう。ということで、まずは